さあ関根と松尾が入ります。いやこの松尾の登場を心待ちにしていたというサポーターも多いでしょうね。持って縦に仕掛ける松尾が左足で大幅出す反転松尾松尾いいですね。倒れない粘る岩波ロングフィードおーナイストラップ。このボールあーこれを狙っていた松尾松尾が仕掛ける松尾がまだ行く中3枚いる松尾からターンフリーダー押し込みましたボーベルグ先制ホーム浦和レッズです。斜めに入れて松尾松尾切り返す後ろからまた伊藤松尾のフィニッシュ岩尾から縦へのボール松尾そして流れてユンカーだユンカー落ち着いて決めたさらに伊藤ですそして松尾が前を向く松尾ここは足がかかったという打球に感じしましたね。長いボールで松尾中にアリモが入っていると松尾のランニングに合わせた松尾が来た松尾が打つ伊藤から松尾クロスだ落としてスペキルだゴールが来ていきますから最後押し込んだ松尾ハイボールにしました岩田松尾が来ているあ奪ったさあ自分でボックスに入る折り返すそしてフィーで小泉ワイドに松尾食べて柔らかいボール伊藤敦樹おおボール外飛ばしてますからね、はいシュート松尾かわしていくワイドで勝負するまたボールを運んできた中にモーベルが入っていますあホイッスルはなりましたゴールにはボールが入りましたのでねいや松尾のドリブルキレがあるアピアタビエがついていく松尾行く松尾行くセカンドの松尾松尾としては仕掛けついですよねここで2対1ですよねそしてエサカだゴールイン伊藤に出してまたモーベルグ浮かしていってここに入ってきた酒井だ酒井からマイナス押し込んだ松尾押し込みました11分先制浦和レッズガッツポーズ今日この日本人の時のプレッシングが本当に効いてますよね、はい、もうシャットを引っ張られましたまずやばい松尾伊藤が蓋をして、うん、さあ松尾ですボックスに侵入松尾おいこれはおいかかってますよねそうですね松尾から入っていく酒井だ酒井からマイナス伊藤敦樹が入っていく伊藤敦樹持っていってシュートだボックス付近になります合わせて入ってきましたマイナスのボールを握らなきゃダメだっていうね、うん、ラスクディクション松尾コースあーよくかわしましたねね。コースに入れから立てそして松尾抜け出して落ち着いて決めていきました松崎が行きますかそして小泉、うん、そしてこぼれたボール松尾キーパーかわして流し込んだ自身2得点目です松尾さあ浦和です右サイド松尾が運んでモーベルクが右にいるが自ら打った浦和これは松尾が背後に出てきたビッグチャンス松尾来た取り消しです、うん、からこの松尾だからファーサイドモーベルク巻いているそしてパワー惜しい松尾が仕掛けていく松尾もう一度松尾です松尾からオープンを見せながらクロスパー流れていきますがまだある3分間前の2浮かせてきましたブレ
った、さあ坂井選手ヘディングシュート、うーん、ここは岩尾が浮かして江坂入っていく、胸トラップからここから中へ、そして松尾だ、おっと抜けて松崎行く、ここは体を入れていきました、さあ片足、そして遠目から、あっ、来た、あの位置から決めていったという形になりました、松尾です。